こんにちは、ひろゆき Z です。今日も品川駅京浜東北線の3番ホームにいます。山手線内回りでですね、東京からですね一周しようかっていう企画やったんですけど、もう断念しちゃって品川で降りて、港南口で食事をして、セブンイレブンでコーヒーを買って、300杯飲んだらプラチナバッジだったんで、今日おそらくプラチナバッジを獲得したということです。さっき僕が乗っていた山手線は新型車両の E235 系の20だったんですね。20番目の車両ということですかね。で、今からこの京浜東北線乗って、浜松町まで行って、そこから、空港まで。今日はもう京急は結構乗りましたんで、もう京急じゃなくて、東京モノレールで羽田空港に行こうかと思ってます。そんな次第ですね。カメラの鮮明さすごいですね。はい、各駅停車の大宮駅に乗ります。今日飛んで埼玉の公開日なんですけどね、映画の。なんか埼玉に行けばよかったな。はい、164、この電車は京浜東北線各駅停車大宮行きです。次は田町です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is a 京浜東北 line train for 大宮。 The next station is 田町。Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. The next station is Tamachi. The doors on the right side will open.次は浜松町。浜松町。お出口は右側です。東京モノレール羽田空港線と都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。The next station is 浜松町。The doors on the right side will open.
Please change your for the Tokyo Monorail Haneda Airport line and the Oedo Subway line.浜松町駅のションベン小僧です。あ、久しぶりですね。久しぶり。シャーはい、東京モノレールに乗って羽田空港まで行こうと思います。ちょっとあと東海道新幹線もう一発ぐらい取って、この駅での撮影を終了したいと思います。もう行かないとね、搭乗手続きありますから、まあ、時刻はもう5時前なんですけど、他の電車も撮影できるんで、まあありがたいですね。ここはセブンイレブンのもうプラチナバッテ、セブンコーヒープラチナバッジ獲得ゲットしました。明日には多分プラチナバッジとかってなんかオペアマッチアプリ出てくるんでしょうけどね。まあ、山手線やっぱこっちの方は空いてるんですよね。わりかし東京よりは。あ、来ました。はい、のぞみ号の新大阪行きです。ちょうどここですれ違うんですよね。はい、G37 編成、のぞみ362号です。はい、京浜東北線、各駅停車の桜木町行きが参りました。今日スマホもモバイルスイカというのを入れてるんですけど、今日は全然都内に来てからタッチしてなかったので、今日はもうあとモバイルスイカを使ってですね、ピピッとやりたいと思います。昨日ですね、ハトバス乗ってですね、あの都市高速ですか、あれを通ったですよ、浜崎橋、で羽田湾岸線1号線の山手線新型車両です。07、僕はさっき乗った20っていう車両でしたけどね。こう意識して自分は何乗ったかなとか覚えてて、次にまた、あ、これこの前乗ったなとか思うことができたら結構ねいいかもしれませんよね。まあ、鉄道のマニアの人はそういうのを気にしますけどね、どれに乗ったのかなとか。ここで撮影したの何年前だったかな、ここで撮影したんですけどね、このあられちゃんの絵は僕は今回乗ったような気がするけど、何秒何編成このラッピングがあるかわからないんでですね、おパンタ1パンタ閉じてますね。この231系ですか、これももう淘汰されていくんでしょうね。まあ、次のもらい手さんがおるでしょうけど、まだ新しいうちに廃車にするんでしょうからね。
あ、そうこう知ってるうちにゆりかもめは、ゆりかもめじゃない、東京モノレールはもう何本も行ってますね。こんなんゆっくりしてていいのかなって思うけど、今日がですね、ですね、6時45分発の北九州行きの、おそらくコードシェア便と思うんですけど、ウルトラサキトキ JAL377 に乗ってですね帰りますよ。東京はね、もうあの夕方6時から雨が降るって言って昨日ニュースで言ってたんですけど、どうなんですかね、なんか降りそうな気配もしますね。はい、東海道新幹線が止まりました。また同じ場所でちょっとクロスするなすよ。今回こっちが遅いんかな、ちょっと小玉671号です。ちょっと汚れてますね。はい、X35 編成で、こっち X6 編成です。のぞみ26号 X6 編成、ご飯にかける美味しいふりかけのようにですね、ここにいると僕もいつまでも撮影してしまいそうなので、もうちょっとこれで終了してあの羽田空港に行きたいと思います。本当ここ飽きないんですよね、僕もここにあのプレハブ建ててもあの住んでもいいくらい飽きない。いや、やっぱうるさいって思いますよね、さすがに。はい、ということでですね、あとはゆりかもめが今行ってます。お台場の方にも行きたかったな、今日ガクトさんが来てましたからね。まあ、そうやって正面小僧さんまた来ますね。で、品川駅ので港南口でですね、東京と宝くじ一郎買ったんですよ。なんか1等8000万当たったら品川にマンションでも買いましょう。8000万じゃとてもじゃないけど買えないみたいですね。もう全部あのオリンピック特需で億するみたいですよ。09-27。はい、今から東京アクセス羽田アクセスモノレール、指原さんと宮脇さん、空港快速こちら乗りたいと思います。モデルの浜松町、まもなく空港快速羽田空港第2ビル行きが参ります。ですね、これ乗車率が高かったので次のやつに乗ります。第1ターンですね、JAL スターフライヤー。第2ビル行きが発車いたします。途中羽田空港国際線ビルにも停車いたします。 The Haneda Express train for Haneda Airport Terminal 2 is now departing. Passengers heading to Haneda Airport International Terminal, please take this train. 快速なので羽田空港国際線ビル、そして第2、ドアが閉まります。ご注意ください。今から乗るのは駆け込み乗車はおやめください。
せっかく乗るなら新型に乗りたいと思いますので、ちょっと一本待ちました。第2ビル行きが参ります。危ないですから、柵の前には手や顔を出さないようしゃがってお待ちください。この電車は途中、天王洲アイル、大井競馬場前、流通センター、羽田空港国際線ビル、羽田空港第1ビル、終点羽田空港第2ビルに止まります。折り返しの上、順序よくお乗りください。